今月1日、医療機関に支払われる診療報酬が改定され、初診料や入院基本料などが引き上げられましたこうした中で、マイナンバーカードと健康保険証が一体化したマイナ保険証の利用に関する改定もその中の1つには、マイナ保険証の利用を推進する医療機関への診療報酬を増やすものがあります。 加算される診療報酬は初診で8点、歯科は6点、調剤は4点です。マイナ保険証と現行の保険証のどちらを使っても変わらず、3割負担の場合は支払いが24円増えます。厚労省によりますと、マイナ保険証の利用をこうしたポスターで PR するなど、 活用を推進している医療機関が該当するということです。今回の加算について、国は医療のデジタル化医療 dx を進めるためとしています。マイナ保険証の利用率は、今年1月時点で香川県で4.7。8%、岡山県で4.4。2%と低迷しています。このほかにも国は患者が現行の保険証ではなく。 マイナ保険証を使って受診した方が医療機関に入る報酬が増える仕組みも今月1日に導入しています医療現場からは疑問の声も上がっています医療 DX を進めることに関しては我々はあの賛成ですけれども義務化をあの患者さんや医療機関に少し押し付けているような感じがするので 病院を受診している人は。ううは患者さん、そうして、そう、負担が増えるんでしょう。うん、私たちの。生 <laughs> は好きじゃ、うんうん。行かされるんだったらね。うん、構いません。うん